幕が開く。照りつけるスポットライト。この日を心待ちにしていたみんなの視線。全員の呼吸が一つになり、舞台は静寂に包まれる。時が進むにつれて、その静寂も心も高鳴りを増す。劇場の興奮が一気にピークに達した時、僕たちの舞台は始まりの合図を告げるのであった。もし、当たり前の日々を奪われたら、その光を失ったら、君ならどうする？僕は。朝起きてカーテンを開ける。いつもと変わらない日差しが部屋と僕を包む。慌ただしいはずのいつもの街並みが、今は嘘のように静かだ。もうあれから1ヶ月くらいになる。1ヶ月が経っても、この生活に慣れることはない。それまで当たり前のように、稽古に行き本番を迎え、毎日生きがいを感じていた。その日常が、突如奪われることへの戸惑いが、まだ消えないのだ。それぞれがそれぞれに悩みや葛藤を抱え過ごす日々の中で、僕も同じように、何もできない自分に対して、悶々とした気持ちを抱いていた。そんな時だった。僕は不思議な夢を見た。舞台の上、一筋のスポットライトに照らされている自分。客席には誰もいない静かな劇場。もし、当たり前の日々を、君に差すその光を失ったら、君ならどうする？え？想像したこともなかったよね。いや、誰も想像していなかった。だから君は今どうするべきかわからない。ちょっと待って、何これ、夢？夢だよ。でも夢じゃない。さあ、どうする？周りを見渡しても誰もいない。けど、どこかで聞いたことのあるような声。僕は、見えない彼と会話を始めた。一緒に舞台を作り上げてくれる仲間も、それを見てくれるみんなもいない。けど君は舞台の上に立っている。どうする？悔しいけど、今の俺には何もできないかも。君ならそう言うと思った。これまでの日々を信じて疑わなかったんだから。そうだよね。じゃあ、ずーっと家にいて、どういう気持ちを抱いた？何より、俺たちの芝居を楽しみに待っててくれていた人たちの顔が浮かんだ。悔しくて、みんなの笑顔を取り戻すために何かできないのかってずっと考えてた。そっか。で、答えは出た？いや、ぼーっと考えてると、という間に一日が終わる。君は一人で考えるのが本当に好きなんだね。舞台は一人じゃ作り上げることができないって痛いほど知ってるはずなのに。いや、舞台と今世界で起こっていることは別でしょ。そりゃそうだよね。そんなことみんなわかってる。けど、今君は舞台の上に立ってるよ。これは俺が望んで立ってるわけじゃなくて、なんか気がついたら。望んで立っているわけじゃないか。これを見てもそう言える？客殿がつく。そこにはいつの間にか客席を埋め尽くすたくさんの人々が座っていた。みんな暗い表情をしている。大切なものを奪われた灰色の心が透けて見える気がした。でも客席から舞台上を見つめるその瞳は、輝きを完全には失っていない気がした。何かを求めているような眼差し。僕の胸は、キュッと締め付けられた。みんな待ってるって、君にもわかるはず。みんなの瞳が少しでも光って見えたのなら、それは君の心も映してるのかもね。確かに、今一人でできることは少ないかもしれない。
自分は無力だって、この現状を目の当たりにして絶望しているかもしれない。でも、君の心はまだ光を失っていないようだよ。君には大切な仲間もたくさんいる。会えなくても、みんなつながってる。みんなで力を合わせれば、君の大切な人たちもまた笑顔を取り戻してくれるって、そう思わない。僕たちは、みんなを笑顔にする魔法の戦士なんだから。魔法の戦士？僕たちの仕事は、お芝居を通して、みんなの心にメッセージを届けること。明日からまた、頑張ることのできるパワーを与えること。エンターテインメントは魔法の世界だ。存在しないはずの世界が、目の前に鮮明に現れる。僕たちは、たとえ姿の見えない敵が目の前に現れようとも、みんなの心がどんなに蝕まれようとも、大切な笑顔を守るために戦う、魔法の戦士なんだ。ありがとう。うん。君にしかできないこと、きっとあるから。俺にしかできないこと。わかった。俺、やってみるわ。ああ、てかさ、ずっと聞いてなかったんだけど、君名前は？僕が誰かなんてどうでもいいことだよ。なんだよ、それ。でも、ありがとね。いつか、一緒に舞台に立てたらいいね。そうだね。じゃあ、また。うん、また。ここで目が覚めた。起きてすぐカーテンを開けると、いつものように差し込む朝日が、なんだか今日は僕を照らすスポットライトのようだ。慌ただしさを失った街並みを、部屋の窓から見つめる昨日の僕のように、下を見てばかりでは何も進まない。僕は前を見て、こんな時だからこそ前を見て、仲間たちと共に何かを届けたい。またみんなが笑顔になれるように、みんなが劇場で僕たちのお芝居を見てくれるその日まで、エンターテインメントの魔法で、みんなに笑顔を届けよう。僕は、君を信じてる。頑張れ、俺。